家電量販店の野島は接客する従業員の名札に2回のワクチン接種を終えたことを示すシールをつける取り組みを全国の店舗で始めました。客に安心感を持ってもらう狙いですが、ワクチンの接種やシールをつけるかどうかは従業員の任意だということです。お客様に目で見える形でちゃんと接種をしてますよっていう意思表示にはなるので、安心要素になればすごく嬉しいなって。一方でワクチンの接種を受けていない従業員からは、顧客から敬遠されるかもしれないといった不安の声も出ています。